はい、コンプリートコントロールの解説ですね、進めていきたいと思います。今回はですね、非常に楽しくそして便利なスケール機能を紹介していきたいと思います。この機能を使用することで、こう鍵盤が弾けない方だったりとか苦手な方でも簡単にですね、楽曲に的確なフレーズを入れることができます。まずですね、この機能を使うには、そのスケール画面にアクセスする必要があります。まずそのアクセス方法なんですけども、こちらシフト押しながらですね、この右のスケールを押します。これでですね、スケールモードに切り替わるというものです。このスケール画面から抜けるには、再度ですね、シフトキーを押しながらスケールを押すといった形です。こんな感じで切り替えることができるようになっているというものです。これですね、ハードをお持ちでないという方、ソフトだけでやっていきたいという方はですね、これと同様のことを、ここですね、音符マークをクリックして表示させることができると。今ですね、こう表示されましたこの部分、パフォームセクションと呼ばれますので、こちらも覚えておいてください。まだですね、これ表示させただけで、実際スケール機能有効になっていません。これを有効にさせるには、このスケールボタンですね、単体で押します。こういった形ですね。もちろんソフトの方もですね、切り替わってます。ソフトだけでスケール機能を使いたいという方はですね、こちらチェックを入れていただければバッチリといった形です。この下のパラメーターはこの実機ですね、実機の方と連動しているといった形です。ですので今回はですね、この実機の方をいじって解説していきます。このスケール機能、こうオン、オフ切り替えると、こうライトガイドが変わりますよね。これは何を表しているのかと言いますと、今ルート C の、そしてスケールがメジャーとなっています。C メジャーの構成音ですね、ドレミファソラシド、これを示唆してくれてます。こういったものですね。例えばこのキーをですね、 D に変えたと、こちら変えてみますね。そうするとライトガイドの方もですね、変わりまして、 D メジャーキーのですね、構成を全て示唆してくれてます。この時ですね、もう一点確認しておきたいのが、この部分ライトガイドの色がですね、他と比べて強くなっています。これ何を表しているのかと言いますと、現在のスケールのですね、こうルート音、こちらが強く光っているというものです。ですので、ここからですね、ライトガイドの色をついているところ、こんな感じで D メジャーのスケールを弾くことができるというものですね。このあたりですね、鍵盤の演奏に自信がないという方もですね、安心してプレイできるんじゃないかなと思います。逆に今こう点灯していないところなんですけども、 D メジャースケールの構成音以外ということになります。ここを押すとどうなるのかと言いますと、今ですね、この一つ半音上の C シャープが光りました。実際同じ音です。このようにですね、間違った鍵盤を押してしまったとしても、必ずですね、D メジャースケールの音に収まるように作られています。このあたりもですね、非常に便利かと思いますね。そして今回この楽曲ですね、C マイナーで作られてますんで、こちら合わせに行きましょうか。まずこちらルートの方を C にしてしまい、このスケールをですね、マイナーにします。こういった形でしょうか。もちろんライトガイドもですね、こう変わりまして弾いていきますと、のようになります。ちょっと一部分で合わせてみましょうか。こういった感じでですね、曲の方に簡単にマッチします。正直ですね、僕も全然鍵盤を弾けないんですけども、こういった時にですね、さらに役立つモードがあります。それがですね、このキーモードというものですね。今これスタンダードになってますけども、こちら切り替えることができます。これですね、見ていただくと、イージーとですね、もともとのスタンダード2種類しかありませんので、どちらかになります。今イージーの方やってみましょうか。これで何が変わるかと言いますと、言葉通りですね、簡単になりまして、全部ですね、発見で今の構成を弾くことができてしまいます。もちろんですね、これが異なるキー、異なるスケールだったとしても、完全対応してくれるというものです。このあたりはですね、非常に便利かと思います。そしてもう一つなんですけども、黒鍵部分ですよね。今、ライトガイド外れているところなんですけど、今回はですね、全くならないようになっています。完全にミストーンを避けることができますね。ちょっとこれでですね、進めていこうかなと思ったんですけども、ここからですね、さらに面白いモードを紹介したいと思います。それがですね、このスケールタイプというものですね。こちらになります。これはどういうものかと言いますと、先ほどメジャー、マイナー切り替えましたけども、他にもですね、この様々なスケールがあります。例えばなんですけど、じゃあこれジャパニーズ行ってみましょうか。行ってみますと、はい、日本音階を再現することができます。またですね、こうジプシーというものですと、ちょっとインドっぽい音階だったりとかしますね。この中でですね、まず一番最初に覚えていただきたいのが、このクロマティックというものですね。これはですね、半音ということを表していまして、すべてのですね、鍵盤が鳴ると。
まあ、いつも通りの鍵盤ですね。で、これ意味がないんじゃないかなと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、例えばこのキーをですね、D シャープにしたと。C がですね、D シャープから始まることになりますので、基本的に全てをですね、一気にトランスポーズしたのと一緒になります。ですので、これをですね、ライブで使用したいなんていう方はですね、こちらを切り替えていけば、発見をメインとして演奏できますので、非常に便利かと思います。それぞれがですね、どういうふうな構成音かというものはですね、記事の方にリンクを貼っておきますので、ゆっくり見ていただければと思います。で、今回ですね、かっこいいなと感じたのが、これ、ブルースというものですね。一回切り替えてみますね。これはですね。ブルノドスケールになってます。それではですね、実際にレコーディングを行ってみましょう。こんな感じでテンションで打ち込んでモチーフを作った後は気に入らない音程を直したりだったりとか、コンタイズをかけてリズム修正したりとか、もう好きなように行うことができます。この部分ループレコーディングしてしまってもう何度も取ると、いい部分のフレーズだけを組み合わせるなんていう方法もですね、非常におすすめかと思います。そして今回のスケール機能、そして今後紹介するアルペジオ機能なんですけども、注意点がありまして、これあくまでですね、発見で弾けてるのは、実際にこのコンプリートコントロールがですね、変換して音を出してくれてるからです。そのためですね、例えばここで音源を差し替えたりとか、もしくはスケール機能を切ったと言った時はですね、実際に鍵盤で弾いた音がそのままプレイされてしまいますので注意してください。試しにやってみましょう。このスケールを外したとして聞いてみますと、こんな感じで悲惨なことになりますので、ここに注意してください。といった感じで、今回はこのスケール機能のこの部分解説してきました。次回はですね、このコードモードといって、今回のこのスケール機能と同様に、このコードもですね、操れてしまうといったところを解説していきたいと思います。それでは今回の解説はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方は、スリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。